休憩前に引き続き会議を開きます。一番安倍望議員。員皆さん、こんにちは。新島クラブの安倍望です。三十分間、どうぞよろしくお願いいたします。 理事者のの皆様の簡潔なご答弁に期待いたします1、生活保護行政について、括弧1、ケースワーカーの標準数と本市の配置状況。ケースワーカーは社会福祉法により、生活保護世帯80世帯に対し1名配置することが標準数として定められております。グラフをお願いいたします。 こちらが平成14年からの標準数と、長崎市のケースワーカーの配置状況、そして青色の部分が不足人員となっている推移のグラフでございます。現在、長崎市は配置適正基準の標準数115名のところ、実際の配置は91名となっております。強制力のののない規定ではあるものの 県内、多都市では、長崎市を除いてほとんどがその標準数を守っており、中核市である佐世保市に至っては、5名多い配置がなされております。そしてこうしたケースワーカーの標準数に満たない配置は、平成14年から20年以上継続されており、平均して23%以上もの人員不足が慢性化されております。そのような中で、本市の福祉事務所の職員は、 標準数を大幅に上回る140件ものケースを持つ方もいると聞いています。そこで質問をいたします。現状の長崎市の配置状況について、またケースワーカーの一人当たりの持ちケース数の最大数と最小数について教えてください。さらに慢性的ケースワーカー不足の中で市民サービスや業務に支障をきたさないために、どのような取り組みを行っており、どのような成果が挙げられているのかについてお答えください。2 経済活性化について、アジアに向けた貿易拡大を支援する取り組み。前回の質問でも長崎港の活用に関する質問をいたしましたが、今回はさらに掘り下げて、よりターゲットを絞った貿易について考えてみたいと思います。人口の拡大、産業の流成の中で成長著しい東南アジア各国は、今後の貿易を考える上で、非常に重要な相手国です。 アジア各国も正常不安をそれぞれに秘めていることから、一カ国にとどまらずにリスク分散をして広く関わりを持つべきと考えます。またその際、これまでのように長崎にすでにあるものを売るというプロダクトアウトの考えだけではなく、成長する各国の中で需要の増している技術や製品について、ニーズを知り、そこに合わせて出していくマーケットインの視点が非常に重要です。 東南アジア向け貿易に関して、長崎市はどのような支援を行っているのか教えてください。3、長崎ならではの教育の充実について。カッコ1、未来を担う子供の育成。私の息子は小学4年生で、今まさに長崎市の歴史や産業について学んでいます。 よそから来た私から見ると、長崎の人たちは長崎に対する愛情がとても深いということを感じており、これもこの地域が長年つき誓ってきたふるさと教育の効果もあるのだろうということを感じております。長崎市の教育要覧においても、長崎の魅力、長崎の宝を知る方針が記されております。一方、文部科学省で示されている令和5年度から9年度までの新たな教育振興基本計画によると、 予測困難な時代に向けて、自らが社会の担い手となり、社会課題などの解決を通じて、持続可能な社会を発展させていくという育成方針が見えてまいります。長崎市では未来を担う子どもたちを育成するために、どのようなビジョンを持ち、どのようなことに取り組んでいるのかお聞かせください。以上本段からの質問といたしまして、時間が残り次第、辞席より再質問を行います。ありがとうございました。 市長新出島クラブ、安倍希議員の質問にお答えいたします。2点目の経済活性化についての、括弧一） 1、アジアに向けた防衛拡大を支援する取り組みについてお答えいたします。 東南アジアをはじめといたしますアジア地域につきましては、人口増加に伴う潤沢な労働力を背景に、今後も経済成長が続くことが期待されており、また、消費購買力という点でも大変魅力的であることから、市内事業者の海外でのビジネス展開先として有望な地域であると考えております。 長崎港活性化センターにおきましても、長崎港における東南アジア向けの輸出コンテナ貨物取扱量の拡大に向けて、助成内容を拡充するなど、さらなる輸出促進に向けた支援策を講じてきております。しかしながら、海外でのビジネス展開につきましては、輸出に関する法律や規制への対応や、物流ルートの確保、決済方法など、 様々なクリアすべき課題がございます。また、日本とは生活様式をはじめ、文化、価値観なども異なることから、海外でのビジネス展開を成功させるためには、徹底した市場調査や、現地の最新トレンド、物流小、商習慣に精通した相談窓口も必要となります。このような中、 長崎市におきましては、市内事業者の海外でのビジネス展開の支援といたしまして、海外に多数の拠点を持ち、様々なネットワークと専門的知見を有するジェトロ長崎や長崎県貿易協会などと連携しながら、海外取引に関する情報の収集、または提供、個別の貿易相談を実施するなどの支援を行っているところでございます。特に、 ジェトロの支援につきましては、新たな輸出企業の掘り起こしをはじめ、農水産・食品分野の事業者と国内商社との商談会開催、ジェトロが参加する国内外商談会へ参加する企業へのサポートといった支援を行うほか、世界各国で連携する EC バイヤーに商品を紹介するジャパンモール事業を実施するなど、きめ細やかな支援を提供しております。 長,長崎市としてましても、引き続き長崎県をはじめ、ジェトロ長崎などの支援機関等とさらなる連携を図りながら、市内事業者の海外でのビジネス展開の取り組みをしっかりと後押ししていきたいというふうに考えております以上本段からの答弁といたします。 ご質問の1点目、生活保護行政についての括弧1、ケースワーカーの標準数と本市の配置状況についてお答えいたします。現在のケースワーカー数の定員数は、計91名であり、社会福祉法の標準数より24名少ない状況でございます。また、 一人当たりのケース数につきましては、病気休暇や欠員等を理由といたしまして、一時的には少ない職員で50ケース、多い職員で140ケースほど受け持つ場合もございますが、事務を家内で分担するなどして過度な負担とならないようにいたしております。このような状況の中、支援世帯を取り巻く課題に柔軟に対応するため、 国の補助事業を積極的に利用し、就労支援、年金調査、家計改善支援、健康管理支援、子供の健全育成担当として、現在、専門的な知識を有する会計年度任用職員18名を配置しております。さらに、業務の役割分担として、専門性の高い就労支援や学習支援、 健康管理支援業務を民間事業者に外部委託することにより、軽減を図っているところでございます。特に、本市の取り組みについては、対象者の状況に応じた段階的な支援を行っており、厚生労働省から全国でも先進的な事例として評価されているところでございます。こうした専門職員の配置や業務委託の活用により、生活保護受給者の 自立に向けた支援を行うことで、ケースワーカーが生活保護受給者への必要な指導や寄り添った支援に集中できるように分業しながら適切に対応しております。また、平成二十九年十月の機構改革により総合事務所内に地域福祉課が置かれ、ケースワーカーが保健師と常に連携できる環境としたことをはじめ、他の関係各課と連携することで子育てや 高齢者、引きこもりや精神疾患がある方などへの支援を強化してきております。また、総合事務所間の定期的な会議や職員研修を開催することで、業務の平準化や職員の能率向上を図るほか、各種業務のマニュアル作成や、電算システムの改修、さらに、令和3年度からは、保護変更決定通知のドライシーラー化、専門用タブレット端末導入による 事務の効率化も図っております今後ともケースワーカーの負担軽減の観点から、町内外の関係先との連携を深めるとともに、事務の効率化などに工夫を加えながら、適正な生活保護の実施に努めていきたいと考えております。以上でございます教育長 ご質問の3点目、長崎市ならではの教育の充実についてのカッ1、未来を担う子どもの育成についてお答えします。長崎市ではこれまで未来の長崎の街を担う子どもたちに対して、 社会的・職業的自立に向けて必要な資質能力を養うだけでなく長崎の町を愛する気持ちとそれを行動に移す力を身につけさせるため長崎市場キャリア教育を推進してまいりましたえ例えば,例えば市内すべての小学校56年生を対象に町づくりアイデアコンテストを開催し地域の良さや課題に目を向けより良い町づくりについて考える機会を設定するとともにその中で選ばれた20名が直接し 市長に提案する場を設けてきました、また中学生議会では生徒たちのいじめ防止や長崎のまちづくりの当事者としての意識を高める機会とし、話し合った内容をその後の各学校での取り組みに生かしてきました。これらの取り組みを含め、これまでのキャリア教育は一定の成果が上がったと評価しているところでありますが、このたび、長崎市版キャリア教育のさらなる充実を図るため、内容の見直しを行い、 令和6年度からは、長崎愛、国際感覚、平和の創造といった、長崎ならではの視点を掛け合わせた新たなキャリア教育を展開してまいります。この新たなプログラムの中で、国際理解教育につきましては、これまで中学生を対象に実施している、アジサイ・イングリッシュ・スピーチ・コンテストに加えて、 新たに中学生平和イングリッシュリーダー育成事業に取り組むこととしております。これは英語による表現力向上だけではなく、長崎の教育には欠かせない被爆、平和に焦点を当て、英語で被爆の実相や平和への思いを発信できる生徒の育成を目指しております。本事業は、英語や平和等に関心の高い生徒たちにとって、さらに活躍できる機会になるとともに、将来グローバルに活躍したい、貢献したいと思う子どもの育成につながると。 期待しております教育委員会としましてはこのような長崎市ならではの教育の充実を通して長崎の課題や未来について考えることができる子どもたち未来の長崎を担うことができる子どもたちの育成を図ってまいります以上でございます一番安倍臨議員一連のご答弁ありがとうございました、えー、それでは市の生活保護行政について再質問をいたします ご答弁の中で、本市のケースワーカーの状況、数字としてま厳しいということが、まあ、私の,あの発表とです、ね、あの重なる部分があったと思うんですけれども、あの生活福祉業務は質の視点、つまりサービスの受け手側である受給者の方の視点と、そしてサービスを提供する側の負担という意味で、ケースワーカーの視点と、2つのそれぞれ考える必要があると思います。えー、生活保護はは国からのの法定住宅事務となっってております、えー、これはあの地方が個別の努力によってサービスを工夫するよう なななものではないいいい本来ないとといとうことだと思います、えー、先ほどのご答弁の中であの、厚生労働省から評価をされていると、現状あの、分散化されていることに関してというのがあったんですけれども、あの実際こう、厚生労働省や長崎県からも毎年、監査があの入っているのもまあ事実だと思います。これはあの、本市の現状が適切なものではなく、業務の全国的な均一化というものが、へ、えー、の努力をあの求められているんだというふうに私は解釈をしております。えー、長崎市で現状業務量によって 精査してまあ、分業方式を取るなど、市独自のサービスのあの質を担保するという意味で、あの頑張っておられるということはまあ、一定理解をしたいと思います。あのでは、あの現場のケースワーカーの業務として考えた場合に、分業制度による業務の分散化が図られている中でも、えー、最大140ケースを持つ方もおられるということから、現場の業務の負担の大きさの点でまあ、放置できない状況もあると思います。えっ、ー、とグラフをお願いいたします。 えとこちらがが福祉事務所ののの年齢構成になってていいますす代以下の若手の配属がとっても多い部署です前回12月の質問でも申し上げたとおり、非常に大変な現場ですので、若手ケースワーカーを支えるという仕組みを強化していただきたいということを要望いたしますが、このフォローアップ体制についてはいかがでしょうか中央総合事務所長。 再質問にお答えいたします生活保護受給者の方から寄せられる相談は精死に関わることネグレクト不登校引きこもりなど複雑対応ですぐには解決できないようなものが多くございますケースワーカーが一人で問題を抱え込むことがないようにするため随時課長係長を交えて支援方針について協議を行い具体的な指示や助言を行っているところでございますまた対応に困っている若手職員については すぐに係長やメンター職員がサポートする体制のほか、あのチームとして、全体的にチームとしてですね、動いているところがございますので、そういった部分で、あの同じ同僚に相談をしたりとか、そういったものを踏まえながらですね、あの行っているところでございます。それと、毎年度、生活福祉1か2か、両親による全ケースワーカーを対象として、事務の進捗状況や、悩み事相談、ヒアリングを実施する中で、必要な助言を、 や励まましなどを行っていいるところでございますさらに若,若手職員のニーズや要望を聞きながら、年3回職員研修を開催するとともに、専門的な知識を有する会計年度任用職員と適宜連携していく中で、窓口対応や特殊な支援を要する形成の対応に必要な知識や技術を現場において習得させることで、若手職員の能力向上と業務の効率化につなげているところでございます。 いずれにいたしましても、若手職員が安心してケースワーク業務ができるようにするため、今後とも職員一人一人の能力が十分発揮できるような支援に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。1番安倍望議員、ご答弁ありがとうございます。えっ、ー、と現場の負担にならないようなあのフォローというのをま第一にお願いいたしたいと思います。えっ、ー、とここから人事を担当されます総務部に質問をいたします。 年度によって増員が行われていますが、社会福祉法第16条の標準数を20年以上下回り続けていることに関して、市としてこの条文と標準数について、どうのような解釈をしているのかについて教えてください総務部長、再質問にお答えいたします。 社会福祉法で定める係数和歌の標準数でございますけれども、標準的に求められている目安となる配置数であると考えております。しっかりとした理由がある場合につきましては、地域の実情に応じた配置数を定めることができると。 いうことで考えております長崎市におきましては先ほど答弁ありましたとおり会計年度職員の配置であったりとかそれからえっと事務の民間のへの委託ということも含めましてケース和歌の負担軽減に努めているところでございますまそういった点も踏まえてですねあの業務を精査した上で今人員配置を行っているというところでございます以上でございます一番安倍臨議員 ごご答弁ありがとうございます、えっと、目安であるというようなことでしたが、まあ、行政としてはあの、法律に従わなければならないという原理原則がある限りは、強制力がないにしても、この社会福祉法の基準が定められているということ、そして、えー、生活保護業務が法定受託事務であるということのこの2つから考えると、えー、従うべき基準、えー、少なくともそこに沿うように、えー、努力が見られるべきではないかなというのが私の考えです。 長崎の状況は、法律の基準と数字から読み解く限り、適切な状況ではないというのは明らかだと思います。これを法令違反ではないと言い切れるのかというところです。また、法令は従う基準でないならば、サービスの質が適切かどうかを判断できる立場にあるのは、このサービスの受け手側である被保護者の方々、そして業務を行う現場のケースワーカーの方々だけだと思います。 え今後 DX や外部委託によって町内の業務の効率化が図られる中で人員の融通が効く場合優先順位を上げてケースワーカーの増員を考えていただきたいと思いますが総務部の見解をお願いいたします。総務部長、え再質問にお答えいたします。えご質問のえケースワーカーの配置数につきましてはまあ、先ほどあの言われたようにえ標準的な数と。 いうことでまあ、理解をして、えー、配置をさせていただいているところでございます。えっ、ー、とこれまでもですね、えー、委託であったり、まあ、先ほどから繰り返しになりますけれども会計年度職員の配置だったりということで負担軽減を図りながら、えー、もえー、ご紹介いただいたように増員も図ってきたというところでございます。しかしながらですね、DX 化によって生まれる。 効率化を含めたところで生み出された人材の活用につきましては、市役所全体の配置の中で考えるべきと思っております、業務量やその内容に応じて、全長的に判断すべきものと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います、以上でございます。1番安倍臨議員 あ,ご答弁ありがとうございます、私からもよろしくお願いしたいと思います。えっと、同じ規模あの人口規模の宮崎市なども不足が生じているんですけれども、年々増員をかけて、えっと、標準数に近づける意思があるということを議会でも答えられていました、えー。ケースワーカーの標準数は地方交付税の算定基準にもなっておりますから、あの長崎市の場合には本来配置されていないケースワーカーの分も含めて、交付税措置がされています。えー、法令違反状態であることから、毎年監査が入るのだろうとも思います。 全長的に人員不足の中では、積極的に業務内容の軽減化、分散化などによって、人員不足をクリアしていかなければならないという、えっと、必要があるのを理解をいたします。新市役所創造プロジェクトの中で、人材獲得と人材育成、そして職場環境の整備として、業務効率化などが挙げられていますが、職場の環境整備というところで、悲鳴が上がっている足元のことも目を向けていただきたいと思います。また、その努力をしようとしなければ、このプロジェクト自体、ただのお題目に に過ぎないと言われてしまうことかもしれません職員のエンゲージメントも今後部局別に出てくるものと思います職員の意見が詳細に出てくると思いますので意味あるアンケートにしてくださいえっと私はあの行政の仕事は民間単独では利益を上げられないようなインフラ整備維持管理そして社会福祉が第一義であると考えていますえその中でも生活保護行政はこの町の中でも弱い方たちと向き合う第一線です 国の定める標準数は、1名のケースワーカーに対して生活保護世帯80世帯と向き合うことが限界ですということを意味しているのではないかと思います。本市が生活保護行政に関して法律を求められる標準数を大幅に超えてそれが常態化している限り、長崎市がこの町の弱い立場の人たちとどういう姿勢で向き合っているのかということが問われるのではないかと思います。えっと、グラフをお願いいたします。えっと、 こののグラフはです、ね、生活保護受給者世帯になっています半数以上が高齢者の世帯であり、また障害のある方、傷病のある方、そして母子世帯など、えー、と80%の方があのもう生活保護を受給することもやむを得ない社会で守っていかなければならない命であるということが分かります。 南島原市や、そして小田原市では、市役所の中で昇格していく条件として、福祉事務所を経験するということが推奨されています。私もこの部署こそ、あ弱い人たちを守る行政のするべき尊い仕事であり、知っておかなければならない業務であるというふうに思います。この分野を知らずに、町のことをリアルに考えていくのは難しいと思います。市民生活のリアルを知らない中で、今、本当に求められている施策を考えることができるのか。 認識にギャップのないようにしていくためにも、こうした取り組み、一つの方策として、南島原市の取り組みを知って、この制度について検討していただきたいということを要望しておきます。それでは次に、2のアジアへの貿易拡大について再質問をいたします。ジェトロさんとの提携であったり、連携であったり、活性化センターの取り組みについて、今までもアジアに向けて既に行われているとのことでした。が 今までもやっていたということなんですが、まあ、今のままでは足りないと、もっと必要だということをから私、質問させていただいておりますので、今まで以上にやっていくにはどうしたらいいかという観点から一緒に考えていただきたいと思います。長崎市内だけで物品を集めても、やっぱりボリュームが小さくなってしまうということからも、県を県難 ここかから広くく集めていいいとととができないかということを考えます今長崎港活性化センターで行われる会議には、長崎県にもご参加いただいて、アドバイスをもらっているとのことですが、長崎港自体は長崎県の持ち物でもありますし、もっと主体的にここの活用のアイデアを出していただいていくことを求めていきたいと私は思っております。あらゆる角度からその要望を県に対して私も届けようと思いますが、市としても今まで以上に求めていただけないかと思いますが、 いいかかがでししょうか商工部長再質問にお答えいたします現在、長崎県においては、貿易の促進に向けて、県内企業等の販売先,販売先の開拓拡大など、東南アジア地域での事業展開を支援するため、ベトナム対シンガポールおよび台湾に長崎県東南アジアビジネスサポートデスクを設置し、 県内事業者の海外での販路開拓の取り組みを支援していますまた長崎港活性化センターの活動においても長崎県それから物流事業者と一緒に集荷活動を行うなど連携を図りながらポート成立に取り組んでおります長崎市としましては さらなる貿易の促進を図るためまずは市内事業者の海外でのビジネス展開の意欲を高めていく必要があるものと考えておりますそのためには市内事業者に具体的な現地ニーズなどの情報を提供することは有効な手段であると考えておりますので 長崎県とともに、ポートセールスやセミナー開催などの取り組みを強化したいと考えております。長崎市としましても、東南アジア地域については有望なマーケットであると認識しておりますので、長崎県やジェトロ、長崎関係団体とさらなる連携を図りながら、市内事業者の海外でのビジネス展開に向けた取り組みをしっかりと後押ししていきたいと考えております。以上でございます。一番安倍のぞみ議員。 答弁ありがとうございます。今以上の協力体制をさまざまな機関と連携してお願いしたいと思います。今ご紹介いただきました、東南アジアビジネスサポートデスクは、福岡銀行が業務委託を受けている機関で、4カ国に設置となっております。シンガポールを中心にアジアに出ていくのは非常に有効な方法です。さらにここにこれから世界において無視できない存在であるインド、そしてインドネシアを加えていただきたいと思います。農水省が2月27日のニュースでありましたけれども、農産物 の輸出の積極的地域をフラッグシップ輸出産地として認定する制度を創設するということがあの出ておりました。えっ、ー、とまたあのジェトロさんではあの先ほどご答弁にあったようにジャパンモールというものも展開をされていますのでこちらはあ長崎でも周知をしていただきたいと思います。またあの上海のジェトロの事務所にですね会派の先輩議員の皆さんが視察に行かれた際にあの他都市では市長自らが各国の事業所に向かで向かれてえっ、ー、とトップセールスをされて ているというふうにお話されていたそうです、えー、そこで市長にお願いがありますはい、えー、アジア圏内のジェトロやまた、えー、と貿易に関わる要所にトップセールスに行っていただいてつながりを作っていただきたいということを強く希望しますがいかがでしょうか市長,市長再質問についてお答えいたしますあ、失礼しました、えー、再質問についてお答えいたします、えー、長崎市には長崎ならではの、えー、食べ物商品そして様々な関 観光コンテンツがございまして、もっと売り込みをかけていく必要があるというふうに考えております。トップセールス、まあこれはあのこういった長崎市の魅力をですね、広くかつ効果的に PR する絶好の機会でもありますので、海外に対しましても。 まあ例えばあの核兵器廃絶とか、あるいはの被爆の実相を世界に発信する機会であるとか、あるいは姉妹都市交流、そういったあの海外出張の機会を含めまして、さまざまな機会を捉えて、長崎の魅力を自ら発信していきたいと考えております。一番安倍臨議員 向きなあのご答弁をいたただけましてよかっっです。えー、ととても市長にあの合うあ <laughs> のトップセールスっていうのはですね、あのことだと思いますので、ぜひ積極的に世界に出ていっていただきたいと思います。えっ、ー、と国があの輸出を今から2.5倍にしようというふうにえっ、ー、と言ってますので、ここの流れに長崎も乗っていけるようにしていただきたいと思います。えっ、ー、と三番目の長崎ならではの教育についてなんですけれども、これは今回の施政方針を受けて、項目を変更した質問だったんではありますが、えっ、ー、と時間があのだいぶタイトになって ちょっとこれは次回に持ち越して、今後の長崎の教育について深く考えていく機会を作らせていただきたいと思います。あの今回の質問ではあの、トップセールスの部分ぐらいで、あとはちょっとこうしんみりしてしまったんですけれどもあの、今後の展開でもやはり人材不足というところ、そして若手の離職というところは本当に直面している大きな問題ですので、あの考え方を変えて全長的に取り組んでいかなければならない、じゃないともうハンドリングが効かなくなっていく。 ことだなということをすごくひしひしと感じております。あの、新しくこれから取っていく採用の部分でも様々あの。 工夫を凝らしておられると思いますので、そこの部分、しっかりとあの力を入れていただいて、まあ、民間との取り合いになりますので、なかなか大変かとは思いますが、長崎市で働くということの魅力っていうのは、私も非常に感じておりますので、ぜひともここに力を注いでくれる若者を獲得して、またここで育てていくという体制をしっかり作っていただきたいと思います。ということで、本日も私の質問を終わらせていただきまますありがとうございいししたいた休憩ます。 午後2時20分から再開いたします。